はい、えー、おはようございます榎本高之です、えー、今日は、えー、どんぶりにこだわろうっていうお話をしたいと思います、えー、あなたのお店ではどんなどんぶり使ってますかでえー、っとやっぱりね白いどんぶり黒いどんぶりまああとはブルーのステージのどんぶりまあ真っ赤などんぶりとかねいろいろあると思うんですよねでまあ形もこう 絞っっったたたた丼丼だだりりとかりりとかか平いでやっぱりそれぞれね丼、えー、によってまあその食べるラーメンの味が変わるっていうこともありますしやっぱりその商品ごとに丼を変えるとかっていうのってすごくお客様にとっても楽しいですよね。でこの間僕その JREA の、えー、会の中ではそのもう金の丼っていうのを持ってましてそれ使ってラーメン作ったんですけどもまあ いいですね。まあそれだけで200円高く売れるかななんて感じもしましたけどもまあ,あの丼って商品に対してラーメンに対してすごく重要なパーツになりますので是非丼にもこだわっていただければというふうに思いますそれでは今日も一日よろしくお願いします